山塚愛、山塚愛、1964年2月13日体は、日本の音楽家、ラッパー、兵庫県神戸市出身、小山田敬吾が主催していた、トラトトリアレコーズでは、ショックシティを担当し、大井おや花たらしのリリースに関わっていた。1983年にノイズバンド、花たらしを結成。以後、大阪を拠点に、ボアダムスをはじめとする、 様々なバンド、ユニットを結成し活動している。ボアダムスではボーカルを担当しているほか、オープンリール、電子楽器など様々な楽器を感性的に駆使する。ボーカルとしては、競争的なスキャットを主体とし、上下を一した高音の規制やドスの効いた度合、ユーモラスなボイスパフォーマンスを織り混ぜた、ハードコアパンク的なシャウトを多用するが、ボアダムスの音楽性の変遷に伴って、サンプラーや、 ターンテーブルなども扱うようになってからは、以前よりも強熱的なボーカルパートが減少するとともにソフトなアプローチを取り入れた。1989年には、ジョン・ゾーンのアルバム、ネイキッド・シティにゲスト参加し、その後、同アルバムから発展したユニット、ネイキッド・シティにも関わった。1990年代前半から、アメリカ合衆国など、日本国外でも演奏や、 音源リリースを行うようになった。また、1992年には、大友義秀を中心とした、ユニット、グラウンドゼロの同名アルバムにも参加している。1993年にはさらに、ソニックユースと連名の EP、TV シットをリリースした。たびたび名義を変更しており、山塚愛から山んか愛へ、さらに山たか愛に変更した。また、愛や、 あなたの名義も使う。DJ の際には、愛や DJ 子を光光を名乗るなど、変名の数も多い。花たらしを率いていた時期は、ユンボでライブハウスの壁を壊しながら登場する、ステージ上でガラス板や瓶を投げ壊すなど、過激なパフォーマンスをして、多くのライブハウスに出入り禁止にされていた。音楽活動のほか、イラストレーターとしても活躍しており、海外での個展の開催。 画集の発表など多岐にわたる。大竹新郎とは、山んか愛名義で、山んか日記、ドン・ケデリコなどのアートブックを出版している。ベックのミッドナイト・バルチャーズのジャケットも愛によるものである。1995年、浅草橋アング用品店のナインティナインの史上最悪最強のバンド計画さんというコーナーに、講師として中原正也や町田長蔵らと共に出演したことも、 ある。その頃の独特のヘアースタイルは瞬間接着剤を髪の毛につけたものである。ありがとうございます。